これがミオシンフィラメントね。そこからミオシン頭部が出てるんだよね、ヨコンって。これがミオシン頭部。最初ね、へこたれてるんですよ。最初へこたれてるの。で、こっちがアクシンフィラメントね。このへこたれてる、なんかへこたれてるじゃん、なんか、ね、へこたれてるくにゃってね。これをね、低エネルギー状態って言うんだよ。エネルギーが低い状態。まあ安定してるとも言えるけど、低エネルギー状態。彼にエロ本を与えていますよ。 ATP っていうエロ本です。ね、ATP とミオシン頭部がくっつきます。そうするとね、みんなもさ、小学校の時経験があるかな、ね、エロ本を拾ってさ、僕もね、あの昔田舎の小学校だったからね、あの竹やぶな、本当に竹やぶでね、エロ本なんか拾ったりしましたよ、ね、まずエロ本拾ったら何するかっていうとね、まず袋閉じを破るんですね。ミオシン頭部もね、まず袋閉じを破るんですよ。ATP を分解するんですね。ATP を ADP とリン酸。これリン酸ね。リン酸に分解するんですよ。そうすると、ミオシン頭部が、こう、シャキッとするんですね。シャキッとするの。ね。へこたれてたのが、こう、シャキッと。するんですね。こんなミオシン頭部は高エネルギー状態っていうの、ね、高エネルギー状態、あの高エネルギー状態になって、高エネルギー状態ってことは、ね、いろんなものと反応したいって意味、不安定だから、いろんなものと反応したいな、反応したいなってね。いい、 ATP を分解するとミオシン頭部は高エネルギー状態なのね。そうすると反応したいな、反応したいなって、そうしたところでアクチンフィラメントとくっつくことができるね。くっつくことができる。ここでね。くっつくことができる。まだ高エネルギー状態だよ。まだ高いエネルギー状態だよ。ほんで、みんなもさ、ね、彼女ができたらエロ本なんていらないでしょ、ね、ここは、ミオシン、そうね、ミオシン頭部もね、もうエロ本なんていらないんですね。彼女とくっついてるわけだからね。ミオシン頭部ももうね、あのエロ本なんていらないね。エロ本なんていらないって、エロ本なんていらないっつって、ADP とリン酸を捨てる、ね、ADP とリン酸を捨てたら、ね、あのもうね、袋状破られた、ね、エロ本をもうこんなに見ててもしょうがないって捨てたら、こうやってね、へこたれちゃうんですね。またへこたれちゃうんです ね, ね、さっきシャキッとしたのにね、またへこたれちゃう、ね、あの低いエネルギー状態になってしまう。このへこたれる時のグニャッ、ね、ピーンとなったのがグニャッとね、グニャッね、へこたれる時のグニャを利用してアクシンフィラメントを手繰り寄せるんですね。アクシンフィラメントを手繰り寄せる。そして再び新しいエロ本を供給されると、このくっついた部分が離れて、ね、ATP を供給されるとくっついた部分が離れて、また元通りになるっていう。これがね、筋収縮の、分子機構ね、あの、かなり詳しく分かったこと、かなり詳しく分かっている、確からしいと思われていることです。ね、こういうふうに、フィラメントは縮んでいない、ミオシンフィラメントが、ミオシンフィラメントとミオシンフィラメントの隙間にアクチンフィラメントがこう、滑り込むんだ。こう、スッて、ね、スッて、ね、ミオシンフィラメントの周りにこう、アクチンフィラメントが滑り込むんだっていう説を、滑り説って言うんですよ。フィラメントは短くなっていない、ね、フィラメントの滑りによって筋肉が収縮するんだっていう説を滑り説って言います、ね、ああね、先生の、ね、あのエロ本の例えはかなり滑ってたな、ね、滑り説って覚えましょうね。